日本を信じてほしいです。希望を抱いてほしいです。先人が作ってくれた、守ってくれた未来を皆様と共に美しく強く成長する国日本作ってまいりましょう。頑張ろう、頑張ろう。高市早苗、ただいまから出陣をしてまいります。元気に頑張ってまいります。高市早苗候補が今日衆議院議員選挙の初日出陣しました。ぜひとも皆さんのお力をお貸しください。全国の多くの仲間をしっかりと支えてください。よろしくお願いします。我々留守番部隊、地元で一生懸命頑張ります。多くの方が健康で安心して土地を重ねていける、そういう社会を作るために高市早苗は頑張ります。でもこんな様々な政策をやるためにはお金が必要。だからこそ強い経済、偽情報から皆様を守る、そのための法制取り組み、私たちを取り巻くたくさんのリスクを最小化するための取り組み、まずはこの危機管理投資に力を入れてまいります。高圧の電力を安定的に、しかも安く供給できる総体制を作らなければ日本の産業は守れません。今よりも強く豊かにして次の世代に引き渡す、その責任があると私は考えております。力強く働いてまいります。私が総裁選挙に出れるようになった大恩人です。真っ先に駆けつけてくれたのが小林茂樹さんです。小林茂樹、必ずこの奈良1区から勝たせてやってください。どうぞ心よりお願いを申し上げます。奈良県の道路整備は大変遅れております。奈良県は断トツの47位、経済を活性化をさせる位置であります。少しずつ工事は進んでおりますが、この流れを止めてはならない。ふるさと創生、地方創生を実現できるのは誰なのか。私、小林茂樹でございます。世界が欲しがる日本のバッテリーや優れた材料、素材産業があります。宇宙分野でも日本はすごい、私は日本は成長できる、その力があると信じてます。たくさんの先人たちが時代に汗して働き、そして子どもたちを教育し、そして時には命を懸けて守ってくれた日本列島を今よりも強く豊かにして次の世代に引き渡す、その重い責任を担っています。高市早苗に大切な一票を私いただき、そして席を守らせてください。心からお願いを申し上げます。氷川田仁志でございます。氷川田仁志かごうや。そうやって皆様がお披露目いただくことが日本の国の成長に、そしてこの甲子園の成長につながります。高井先生がいただいた限りは是が非でも勝たなければならない。公共事業は悪だなんていうんではなくて、地方の皆さんにしっかり元気に働いて稼いでいただく、力の弱い人を切り捨てていく、こういう改革は間違っている。国の内緒、我が国の経済の力強く回していく高市早苗さん、何が何でも私が総理大臣になってもらいたい。我が国の
こんにちは、高市早苗でございます。大切な霊学関係を強く豊かに、経済力強くすればいかん。そして、まあ、新潟県には素晴らしい技術がありますが、技術力ももっと強くてないかん。仕事のために頑張る、で日本国の名誉を守るために必死で働いている高谷さん、日本のためにも絶対必要。古谷圭司ですが、今日は高井早苗さんにこの多治見まで来てもらいました。全部同志のね、応援に行くんですよ。自分のことを捨てて、次こそ高市早苗総裁を作るために我々も全力で頑張ります。古谷候補の場合は自民党の政調会の中のちゃんとした特別委員会の委員長なんですが、まあ、リニアの特別委員長やっておられます。日本列島をもっと強くして、そして豊かにして、次の世代に送る、そういう責務になっていると思います。古谷の兄貴とこれからも一緒に働けるように二人揃ってよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。どうもどうもありがとうございました。今需要を創出する種がある。で今石川さんはデジタルを担当してらっしゃる。サイバーセキュリティの強化、これも本当に大事ですよ。電力会社がもしもサイバー攻撃を受けて3日間電力が供給できなくなったら病院も止まります。一緒にできるのが石川昭正さん、我が同志です。とにかく国の究極の使命を果たすために一緒に働かせてください。もう彼は最高です。本当に最高の人材です。誠に今日はありがとうございました。お願いいたします。全体活動頑張ろう頑張ろう頑張ろう。茨城5区にお住まいの皆様、こんにちは。高市早苗でございます。この度の衆議院議員選挙、石川昭正候補へのご支援、ぜひともお願いを申し上げます。経済産業分野の専門家として、そしてデジタル政策の専門家として、石川昭正さん、国政での活躍絶対に必要です。日本の未来のために、そして茨城県の未来のために、石川昭正候補へのご支援、心よりお願いを申し上げます。鈴木淳司でございます。原子力というのは動かすリスクはみんな盛んにいます。でも動かされ止めておくリスクってあんまり言わないんですね。ずっと動かしてないので、極めてそれは逆に言うとものすごいリスクだったんです。原子力の安全規制は絶対に緩めてはいけません。なんとかもう一回政治がしっかりしないといけますように、私も頑張っています。本当によろしくお願いします。国がお金を何か入れるとしたら、未来の人たちへの贈り物になるもの、やっぱりこれはエネルギー自給率 100% を目指して振り込むのが国の責務だと。今まで地元のためにも本気で働いてきて、いろんな結果を出してきた。これは自民党の歴史に残るぐらい成果を上げてくださりました。必ずもう一度鈴木淳司先輩をですね、絶対に絶対に永田町に戻してください。もう頑張る頑張る。日本列島を強く豊かに、高い石早苗でございます。日本を再起動、鈴木淳司候補でございます。2人揃ってよろしくお願いします。鈴木淳司候補が
いつも強い経済を作りたい。でリスクも最小化したい。で次の世代に贈り物も残したい。やっぱり税収が増えます。成長したい。税率を上げずとも税収が増えます。まあ、そういう社会を私たちは作りたい、そう思ってます。鈴木純次さん、私にとっては心の支えです。エネルギー安全保障です。これはもう鈴木純次候補が本気になって働き続けてくださって、いい結果を出していただきました。まあ、一緒に政治の中枢で働きたい、そんな強い思いを持っております。大切な候補者です。今まで地元のためにも本気で働いてきて、自民党の歴史に残るぐらいの成果を上げてくださいました。そういった方を絶対に永田町に戻してください。それが日本国のためです。心からお願いをいたします。ありがとうございますので、ここで会場を願います。皆さんは大きな拍手を送ってお送りください。消費税や法人税の増税は断固止めていかなければいけない。この日銀の利上げには高市政策同様に私はノーと言わなければいけないと思っております。最後の最後です。命の上に戦います。海に囲まれた日本です。いざとなったら食べるものが尽きちゃう。こんなことじゃダメです。そうやってしっかりと私たちが安心して物を食べて生きていける、そういう形を作る、命を守る、それが何より大事。次の世代のために強い経済を作っていかなきゃいけない。だからこそ菅原一秀さんと一緒に私は歩んでいきたい。本当にありがとうございました。ありがとうございます。日本の未来を作る金子俊平、若手のリーダーです。いろんな政策に取り組んでいただいております。元三井不動産金子俊平、ご支援を金子俊平さんへとお願い申し上げます。今回のキャッチフレーズには、まずみんなの幸せを書きました。我が国の経済の脆弱性というのは感じざるを得ない。彼は一生懸命やってきた。おかげで今年度の予算うんと増えましたよね。みんなが幸せになるかったら見直しはいいじゃないですか。いろんなことをやっていきましょう。美しく強く成長する国日本を工藤正蔵さんと一緒に作っていきたい。頑張ろう、頑張ろう、令和で自由で本当にこの素晴らしい日本に生まれてよかった。しかし自由を履き違えるような日本社会であってはならない。頑張っている皆さん方が頑張ったことが身になる。それが皆さん、私は地方創生だと思っております。日本列島を強く豊かに、高市さなえ、この宮城仙台から日本を元気にと問い通るお二人セットでございますので、成長を作るのは私たちの夢なんです、希望なんですよ。私は若林健太さんと一緒に日本の総合的な国力を強くしたい。若林健太さんはかけがえのない存在です。まあ、彼は一切手を抜きません。いろんなところで必死で発言をし、必死で働き、で地元のためには必死で役所にも頭を下げる行動力の男です。未来に残せる、しっかりと安全な国を、安心して暮らせる国を、そして成長する国を未来に残せる、そのための投資だったら今やるべきなんです。啓太さんと一緒に強い日本作ってまいります。
守谷も発展する、森出も発展する、この県南地域の未来をどうか私、話しやすいのに描かせていただきたい。政策と信念のこのつながりが新しい自民党を救う、私たちが変えていきます。国会での正しい康弘さんの評価、倫理法のスペシャリスト、農業政策のスペシャリスト、危機管理のスペシャリスト、政調会長代理としてもう本当に天才話に、助けていただきました。田中康弘さんと一緒に揃って働かせてください。お願いを申し上げます。我々が安心して暮らせる社会をしっかりと維持できる、これをやっていくためには強い経済を形にしていかなければならないんです。人に優しい国を三谷哲郎でございます。皆様の希望です。日本列島を強く豊かに、この二人がタッグを組んだら間違いない。日本の未来を信じてほしい。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。が開発をされました。海外の医療機器メーカーのすごい予算があった。でも日本からは来ない。その研究者は日本初の医療機器として世界に出したい。日本全国を強靭化していかないかんで、命と財産を守るために今防災対策の現在対策を本気でやらなきゃいけない。しっかりやりましょうよ。一つ一つリスクを低減していく、その取り組み進めていきましょうよ。そのためにも不動産が外国人に買われ続けています。文京区においては顕著であります。都心選出の議員が訴え続けていくことが重要だと考えているんです。私には自信があるんです。どんなに難しいことだって強烈な情熱を注いで取り組めばできないことなんてないんだと、そういう思いを強くいたしました。絶対に勝つ。文京区のためにも豊島区のためにも身近な課題にも取り組む鈴木隼人さんが絶対に必要です。親の介護でキャリアを諦めてしまうこともない、そういう社会を一緒に作っていきましょうよ。私たちならできます。皆様にお約束をいたします。一緒に向けて勝つぞ、勝つぞ、勝ちんぞ。もう一度強い経済、もう一度強い日本を取り戻すのが自公政権の最大の使命だと思っています。批判ばかりの政党には断じてできない。私たちを信頼して仕事をさせていただけるように心を込めて訴えていきたいと思っております。安全な日本、安全な国土、今なら作れるんだし作りましょうよ。そのために秋葉賢也さん必要なんですよ。実現力で新しい未来を、秋葉賢也候補でございます。どうかどうか助けてやってください。お願い申し上げます。本当にありがとうございます。今日はたちの生活を守っていく、産業を守っていくために必要な政治家であり、しっかりとした実績がある。新潟県を強く豊かにできる人は誰か、細田健一さんだ。そう確信するから私は参りました。世界に挑戦する、世界と勝負するんだ。逆境に負けず毎日の投資をする、国としても後押しをしなければならない。取り組んでいけるのは自民党、公明党、青、
全体のことをしたい。はい、ぜひよろしくお願いします。勝つぞー、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 勝つぞー。皆様こんにちは、高市さなえでございます。本日は特に宜野湾市、浦添市、中上郡にお住まいの皆様へのお願いでございます。宮崎正久さんへのご支援をお願い申し上げます。宮崎正久さんは厚生労働副大臣として活躍中でございますけれども、今年度の税制改正でやってくださいました。特に物価高に負けない賃上げをということで、賃上げ促進税制、これを強化するために、奔走してくださり、見事に実現をしてくださいました。また私自身が、自民党政調会長だった時に沖縄振興調査会の事務局長としてもご活躍をいただきました。特に沖縄振興特別措置法、これを延長しまた改正する、とても大事な時期だったんですが、見事に成し遂げてくださいました。特に沖縄の皆様の所得の向上、そして子どもさんの貧困の問題、しっかりと目を向けながら、改善に向けて取り組む信念と実行力の男、宮崎正久さんでございます。どうか皆様のお力、力強い、ご支援によりまして、宮崎正久さんの当選を心よりお願い申し上げます。どうかよろしくお願い申し上げます。皆様こんにちは、高市さなえでございます。前回の衆議院選挙では松本久志さんのお地元に演説に伺ったんですが、今回どうしても全国遊説の日程で都合がつきません。直接お訴えをしたいのですが、よろしくお願いをいたします。もうご承知の通り、松本久志さんは救急医として活躍をしてこられました。自民党においても危機管理のスペシャリストでございます。でまさに、DMAT、これをきっちりと法定化することを、実現されました。また内閣感染症危機管理庁の、設置、に関するこの議論においても主導的な役割を果たされました。1年生にしてこの働きすごいな、いつも私は感動しております。もっともっと日本の国を安全に、そして安心にするために、お地元のためにも松本久志さんへのご支援を心よりお願い申し上げます。皆様こんにちは、高市さなえでございます。大辻さやさん、大辻さや候補でございますけれども、子供の頃お父様がお勤めになっているパナソニックの社宅で、過ごされました。そして大学を卒業した後にはコンサルティング会社で活躍をされました。でスタートアップ支援もしておられましたので、これから自民党の中小企業政策、スタートアップ支援など、政策作りにも即戦力になります。また子供の頃海外でお過ごしでした。国際感覚も持ち合わせておられます。この若く元気な、そして国際感覚にあふれた候補者をよろしくお願い申し上げます。大辻さやさんに皆様の大切な一票をお託しくださいませ。よろしくお願い申し上げます。京都4区の皆様こんにちは、高市さなえでございます。田中秀幸さんへの皆様のお力添えをお願い申し上げます。田中秀幸さんは子ども子育て政策のエキスパートです。本当に、頑張って、児童手当の拡充などに取り組んでくださいました。そしてまた京野菜を作っている、そこの土地改良の予算も確保し、また桂川の、洪水対策にもご尽力をいただきました。私たちの未来を作るために田中秀幸さんへのご支援、皆様の大切な一票をお託しくださいませ。お願い申し上げます。皆様こんにちは、
高市早苗でございます。山田賢治さん、山田賢治候補、私の母校の大切なそして自慢の後輩でございます。外務副大臣として大活躍をされました。そしてこの国際社会の中で圧倒的な日本の存在感を見せつけてくれました。そしてまた、昨年から自民党政調会の文部科学部会長として活躍しています。この部会長というのは非常に格式の高いポストでございます。文部科学省のキャリア官僚と対等にやり合える、そして文部科学大臣とも対等にやり合える、まあ、そういった知識と腕力、能力を持った人が部会長として、まあ、自民党の文部科学政策を取り仕切り、取りまとめていく、こういう大切なお役目でございます。我が国の教育、そして科学技術の発展のためにも山田賢治さんの活躍が必要です。どうか皆様、山田賢治さんに大切な大切な一票をお託しくださいませ。よろしくお願い申し上げます。